変身本郷たけし、ようこそ我がショッカーに来てくれた。俺たちが何をしたと言うんだ、答えれ。俺は改造人間なのだ。猛烈な力のコントロールができない体にされてしまってるんだ。ショッカーの奴らのために。ショッカーがお前を必要としているのだ。立て、コブラ男。ショッカーのやる気よく考えてみなければ。 2,3 人殺したぐらいで満足する奴らじゃありませんからね。私は本郷たけしに代わって日本を守る仮面ライダー。やめろ、やめてくれ。ティナダウロス、挑戦者は仮面ライダーだ。こちら FBI 東京支部捜査官滝和也。すっげーバケモンだ。きっと仮面ライダー死んじゃいないさ。一か八かやってみてくれ。武装が乱れている。武装のたるみは精神がたるんでいる証拠だ。私は来た以上たるみは絶対に許せん。とうとう貴様の運命も尽きたようだな。一人の子供の願いも叶えてやらずに、やる正義だの人類を守るだ。手軽く定めるな。この世の中に絶対なんてありゃしない。一代にと痛い目にあったからって死ぬ想像を貴様ってやった腰抜けなんだ。するとこの人は狩猟にあったんですか。あいつにはたった一度の失敗も許されない。それが一文字隼人の使命。俺の本当の姿を今見せてやる。諸君はこの青年を記憶しているだろうか。死神博士とショッカースイス支部のために乾杯だ。これで作戦は組む通り成功したもないだ。とうとう出たらショッカーの改造人間。悪魔に魂を売った男、貴様のような奴は許せん。じゃあまた会おう。任しておけ。それより日本を頼んだぞ。ああ、引き受けた。東南アジアからはるばる渡ってきた地獄大使を覚えておいてもらおう。罠にはまったな。その体じゃ無理だ。自分の体考えるんだ。行かしてくれ、おやさん。いろ、そっか仲間殺そうだなんて何とも思っちゃいない。僕直樹、みつるです。殺人音波か。波の人間なら助からんだろうが、その程度の音波では俺には通用せん。とうとうその正体を暴く時が来た。死神任せ。ガデビルはどこだ。お前の目の前にいる。エレキボタル、地獄の舞を見せてやれ。お久しぶりです。ハヤト、お前だったのか。どうしたんだ。世界の平和と正義を守るためにショッカーと戦うことを誓います。ショッカー軍団バンザー。仮面ライダーショッカー日本衆はたった今放棄する。そして恐るべき組織が作られるのだ。
シェルショッカーは必ず地球を支配する。しかし仮面ライダーがいる限り、ゲルダムが新しく出てもショッカー同様の運命をたどる。仮面ライダーを殺すことは我がゲルショッカーの喜び。人間を都合よく改造しようとする奴らめ、かつて俺も同じ目にあったんだ。ペットを愛し、可愛いものに惹かれる心だけは失いたくないな。平和と正義、それ以上に人の命は大切なのだ。正義の味方仮面ライダーは我々が消す。そしてショッカーライダーが取って代わる。偽物は所詮本物の敵ではない。偉大なる資料に栄光あり。エルショッカーの最後だ。わしと一緒に死ね。俺は教官に人間であることを捨て、復讐者となって親父たちの仇は必ずと。私は最後の組織デストロンを再編成した。3人の仮面ライダーが揃って戦う日まで全ては君の力にかかっている。信じられないかもしれないが、デストロンという恐ろしい悪の組織が存在してるんです。諦めはライダー隊員にとって最大の恥だ。あなたは仮面ライダーなの？ V3 なの？仮面ライダー V3 など一撃のもとにこの地上を圧殺してご覧に入れます。 V3 の致命的な欠点、ダブルライダーは地図の場所に一体何を残したんだ？ V3 のある限りデストロンの野望は止めさせん。シロさん、なんでこんな奴を助けなきゃならないんだ？ライダー V3、 送ったメダルを使え。本当なんだ、今頃きっと天国と微笑んでいるでしょう。デストロンレインジャー部隊の恐ろしさをたっぷりと見せてやれ。大幹部全員集合してもらったのは日本全滅作戦を開始するためだ。偉大なるデストロンは永久に滅びまい。仮面ライダー V3、 お前たちにデストロンの新しい大幹部を紹介しよう。こんな手を使っても正義は必ず勝つ。世界に悪の栄えた試しはないのだ。我々がいる限りデストロンの世界征服は不可能だ。翼大僧正の翼軍団は世界に恐れるもののない最強軍団。親の名前は強しって言うんだろ。だから強いんじゃないか。デストロンしろよ、永遠に栄えあれ。結果が全てだ。僕には分かる。この鎧元帥にやられた腕は元通りにはならない。デストロンに入る約束をしましょう。自分の目の前で恩人がやられるのは見たくなかったんだ。ライダーマン雪上寺の最後を見ろ。俺は君に仮面ライダー4号の名前を送るぞ。シロよ、私を見捨てないでくれ。それで私は死ぬ。ああ、貴様も一緒に死ぬのだ。許してくれ。お前は改造人間改造部となったのだ。お前の名は仮面ライダー X ゲスケ。このGステーションはお前にはあってはいけないものだったのだ。俺の名はジン・ケイスケ。そしてまたの名を仮面ライダー X。 リョウコは私の姉です。どうしてこのスイッチはゴッドの総司令が握っていて裏切った時は。仮面ライダーは破れても破れても立ち上がった。
総司令の名のもとに役に立たなくなったお前を処刑する。知り合いだったと言うべきでしょうかね。君は良きライバルであり、コーテクスだった。最後の握手を。俺は貴様を殺すまでは何度でも生き返る。貴様にとっては迷惑な相手なのだ。俺が欲しければ俺と勝負をつけてからにしろ。だが一人では死なん。エックスライダー、お前も道連れに地獄の旅立ちだ。そしてこの地上からエックスライダーを消すのだ。設計図は俺が必ず守る。この子供たちにはかわいそうだが、人類の平和には変えられ。それじゃあ久しぶりにトラボレするか。大変身。なければ何もできんのか。俺たちと同じ仮面ライダーさ。仮面ライダー2号の一文字早く先輩だ。わしを殺せばキングダークは爆発する。お前も死ぬぞ。覚悟の上だ。二人とも死ね。日本に行け。大阪に会うんだ。そう、マサヒコとアマゾンは友達。これは今までのライダーと相当違うわい。俺、人間嫌い。俺、お前、友達。俺だって、さらわれた友達がうってけないよ。アマゾン、きっと僕が助けるからね。いい度胸だ。この悪の塊の人間こそ下段の獣人にふさわしい。東兵さん、耳悪いか。アマゾンライダー、これが俺の最後だ。俺からは下段に代わってアランダー帝国が相手だ。もし俺が死んだら世界はガランダーに征服されてしまう。やっつけてくれよ。頼むよ。勇気の人、モグラ獣人の墓。わしは支配者としてガランダーやゲドンなど全ての悪の団体を支配すると同時、ガランダー帝国の王者でもあるのだ。俺はその親友の仇、いや全世界の敵ブラックサタンと戦う決心をしたんだ。私は岬ゆり子、一緒に戦うわ。電波人間タックル、立花東兵だ。付け出しするぞ。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ。悪を倒せと俺を呼ぶ。聞け悪人ども、俺は正義の戦士、仮面ライダーストロンガー。ブラックサタン大幹部、その名もミスタータイタン。騙す奴が利口で、騙される奴がバカなんだ。世界一は俺だ。世界一は一人でいいのだ。世を茂る岬ゆり子、タイタンは百名タイタンとして蘇る。ブラックサタン大司令のお情けで生き返った貴様だ。いよいよライダー最後の時だ。ブラックサタン万歳。大司令が俺を必要としないのなら、俺の方にも考えがある。モレストロンが、よくも私の姿を見たな。ブラックサタン亡き後、我らデルザー軍団が地上の世界を征服する日は目前に迫っている。いいのよ、どうせ私は。なぜだ、なぜあんなことやったんだ。すまん。
俺の力が足らなかった。俺が超伝したいなもか。このままではやられてしまう。負けてたまるか。なんとかしなくては。仮面ライダーは全て兄弟だ。みんな手を握れ。エネルギーを集めるんだ。死人の仮面ライダー共通の敵、それがわしなのだ。終わったのか。長い長い戦いが。これが俺の姿か。心を入れ替えてネオショッカーの一員にならんか。人間誰だって怖がりだし弱虫だ。戦いて、私お姉さんを信じるわ。親は過去、子供は未来、どちらが生きるか、どちらが生きるかとなれば未来が生きるべきだ。何としても東京の爆発は食い止めなければ。久しぶりだな。仮面ライダー、俺は死ぬ、貴様と一緒にな。レオシレシカに恐怖の名で知られた魔人帝帝国。2対1ではない、2対2だ。仮面ライダープリズリー、ただいま参上。ネオショッカーの計画はエクスライダーが許さん。ライダーマンが相手だ。地球を悪ネオショッカー、ライダープライマーショーだ。ありがとう、みんなのおかげだ。この多大資料のお出ましを待って、奴の正体を確かめてやる。ここが奴らのアジトの入り口か。これお前いつもやったらガンガンマージに乗って出てくる、そのまま高きガンガンジー様だ。よし、さすがだな。おい、手回しのいいことだな。ジョーと申します。俺が護衛しているあの宝石は、ゾンビとは呪われた死人のことだ。お前など指一本でたくさんだ、タルマワシだ。臆病ではない。敵を知り己を知ることこそ俺様の必勝法。行け、行ってスカイライダーの最大の弱点 0.5 秒の死角をつけ。改造人間ナンバー FX37、 それが俺の父さんなんだな。我は暗黒星雲の帝王にして養殖カーの大司令なるぞ。仮面ライダーは死んだんじゃない。君たちが呼べば必ず必ずどこからともなく飛んでくるんだ。改造人間手術第1号には僕が志願します。他は改造人間第1号、コードネームスーパーワン。我ら闇の王国ドグマに生まれ、立てよ。お前は仮面ライダーだ。これが完成すればドグマの理想郷建設計画に大きく役立つでしょう。お前のような悪い奴は生かしておくわけにはいかん。カズヤ、もはや恐れるものは何もない。荒々しい戦いの中にあってなお、目の鼻の可憐さを愛おしむ心こそ、最後の機会を与える。愛すれば命はないぞ。
ミガールにはまだ人間の心が少し残っていたようじゃね。ベク、ベク、ボーシー、ドグマは永遠なり。おいよ我らジンドグマの時代が来たぞ。僕たちはジュニアライダー隊だ。このまま行けば大人の言うことを聞く子供たちはいなくなります。それならそんなしめんどくさいことをせずとも至る所を火の海にしてくれるわ。奪ったミサイルで日本中を火の海にしてご覧に入れます。水着の陣の死刑台だ。このロボットスーパーワンはジンドグマの科学者どもが作り出したロボットだ。ジンドグマの大幹部が子供を相手に乗り送るか。慌てるなカズヤ、お前はどんな時にも変身できる訓練を積んだはずだ。悪魔元帥、とうとう会えることができたな。ただ消え去るのに。かくなるわスーパーワン、お前を地獄の道連れにしてやる。さらば地球よ我が故郷、いつの日か再び俺は帰ってくる。テクロス、君は我々の仲間、仮面ライダー10号だ。俺は仮面ライダー10号。お前はやがて改造人間の王として君臨する栄光の男なのだ。改造されてもう普通の人間じゃないんだ。こんなことが許されていいのか。各企業の焦燥は過激化の極致に達し、悪魔さえ心を開き魂のすべてを打ち込む。信彦はどうなっているのだろうか。ゴルゴムのアジトはどこにあるのか。これからもよろしく、ロードセクター。なぜゴルゴムはこんなに多くのマグロを必要とするんだろうか。君か、南光太郎君。貴様を抹殺するために地獄より使わされたゴルゴムの牽制ビルゲニア。嫌なことは仮面ライダー、貴様はここで破滅するのだ。次期創世王の座は誰にも渡さん。仮面ライダーの首は俺様のものだ。未来のゴルゴム世界を築くため成長停止剤を飲まされているんです。腕力のことじゃない、辛くてもくじけない心の強さなんだ。俺は絶望などしない。トル君のような純粋な心を持った少年がいる限り絶対にしない。よう仮面ライダーブラック。涙を吹きたまえ少年戦士諸君、泣いてる暇などないぞ。忘れたのか。信じるよ、だから君も信じるんだ。は利用されたに過ぎなかったのか。創世王様は。私は次期創世王シャドウムーン。蘇ったのか信彦。これがあなたのに新しい世界なの。こんな小さな子になりきてるなんて。いや信彦さん間違ってる。信彦、行くな、行かないでくれ信彦。仮面ライダー、基地者とも地底の木図と消えるがいい。なんでです、どうしてとどめを。俺が倒されてもシャドウムーン様がおられる。二人とも一刻も早く日本から脱出するんだ。死にろ。この信彦を抹殺したんだからな。一生
後悔して生きていくんだ。最後だ、どうせよ。さよなら、みんな。楽しい思い出。クライシス帝国よりこの地に伝わされし者。生まれ変わった、それは太陽の子、仮面ライダー、ガッアン。よし、完成だ。アクロバスター、ライドロンが完成したぞ。小さい頃の思い出を大切にして、それをよりどころにして友達を信じることができるんだもん。君のママはサボテンが大好きだった。本当のママならサボテンにこんなことするはずがない。この俺さえ制御できないほどのパワー、クライシス皇帝の光体化学のエネルギー。喧嘩するほど仲がいいっていうじゃないか。それに喧嘩した後って前よりも仲良くなれるんだ。俺は悲しみの王子、アール・エクス・モモライダー。俺はあんたを兄貴分と決めた。これからはどこにでもついていく。俺は怒りの王子、アール・エクス・ファイオル・ライダー。ノビヒカ、どうしても俺と戦うというのか。また再びあの悪夢を蘇らせるというのか。卵まごときを倒すのに海魔獣人の手は借りぬ。カズムジョは不死身だ。最後の最後、シャドウムーンはノブヒコに戻ったのだ。クライシス法帝国直属特別査察官ラスマダー大佐。やっぱりあなたアレスだったのね。あ、開け、開魔界の扉。なんとしても、なんとしても落とすのだ、あの橋を。なぜだ、どうしてこの俺が。じっくり体を治してきた。パワーアップして戻ってきたぜ。私は的場教、母はクライスに殺された恨みは生涯忘れない。肉を切らせて骨を断つ。ジャガーリーだな、倒せ、アーレットを倒せ。拾って待ってるぜ、アーレット。俺には分かるな。一緒にクライシスを倒しましょう。いかにお前でもクライシス皇帝には勝てない。人間どもが地球を汚せば新たな開魔界が生まれ、竜王様であろう。上からお前たち人間どもの罪じゃ。みんなお別れだな。夢を追う男、小田祐介。これ以上誰かの涙見たくない。みんなに笑顔でいてほしいんだよ。だから見ててください。俺の変身。水の心の戦士、長き物を手にして敵を投げ払え。邪悪なる者あらば、その姿を彼方より知りて、疾風のごとく邪悪を射抜く戦士あり。桜木さんが言ってたんだ。クーガにはまだ別のタイプがあって、そいつは剣を使うやつだ。いつでも誰かの笑顔のために頑張れるって、すごく素敵なことだと思わないか。人の気持ちになるなんて誰にもできませんよ。思いやることならなんとかできますけどね。甲虫の形をしたものが馬の鎧になるっていう。7時44分、死亡を確認した。ごめんな、心配かけて。ルールに従っていかにリントを殺すか、最高のゲームだ。聖なる泉枯れ果てし時、凄まじき戦士イカズチのごとくいて、太陽は闇に葬られん。
きるって確かに辛いけど、生きるってやっぱり素敵なことですよ。体が自分のものじゃなくなるかもしれないっていう恐怖の中で、弱音も吐かず、みんなの笑顔を守るためにな。五代、頼む。頑張ります。俺、悔しいです。どうして何もできなかったんだろうって。フーガはやがてダグラと等しくなる。もしそれで黒い戦士になれば、太陽は闇に葬られる。石に働きかけるのはあくまで五代の意志だ。やっぱみんなの笑顔を見たの。だから俺はただ俺ができるだけの無理をしてる。黒くなった。究極の闇を始めるよ。ありがとうございました。これ良かったと思ったんです。だって一条さんと会えたから。じゃあ見ててください、俺の変身。何者なんだあいつは。未確認生命体を超える新たなる敵が現れたとでも言いたいのかね。翔一君らしいじゃないか。自分のことよりも彼女たちの靴のことを心配するとはな。二度と真弓には触らせない。二度と真弓の前には立たせない。上から通達がありましてね、この私が正式に G3 装着員として任命されました。信じてみますよ、君の力を。こんなに世界は綺麗なの。ほら、幻想の中で生きるなんてもったいなさすぎますよ。アキトは貴重なサンプル。何か隠してるんじゃありませんか。本当はあなたも暁号に乗り合わせていた。それはどういう意味ですか。私をクビにするということですか。 G3 ユニットを解散するということですか。お前の力をさらに力強く覚醒する。その力をどう使うかは。なぜ G3X の装着員が津上さんでなければならないのか。お願いします、もう一度僕にチャンスをください。思い出した、全てを。それでも生きていくしかない。終わりが来るまではな。彼をお前の力で蘇らせてほしい。自分の場所を探してるのは私だけじゃないって、みんなそうなんだって。俺が今の俺である意味を見つけたい。お前を倒し最強のアギトとなる。よかった、あなたがアギトで。何落ち込んでるんですか、氷川さん。また一緒に戦いましょうよ。私の最後の力、あなたの中、私の力を覚醒させます。姉さんはアギトになって勝手さんの命を奪ったの。コージ、コーヒーを頼む。花が夢を持っていると思うか。それでも花は咲く、花は枯れる。そういう風に生きていければいいと思う。人の運命がお前の手の中にあるなら、俺が奪い返す。まだモンスターと契約していないのか。最後に存在できるガイラはただ一人だ。私は絶対生き延びて。正義の味方、スーパー弁護士北岡秀一。友情ごっこがしたいんなら
ライダーにならない方が良かったんじゃない？神崎先輩も江島先生もなんか隠し事してる感じするし。俺の占いは当たる。だが決まった運命ほど変えたくなる。俺はライダーの運命を変えようと思っている。なんでそんなこと。だって楽しいじゃん。これで俺の優秀性が証明されたわけだし。俺を手にした瞬間からお前の戦いが始まる。お前、俺がゲームを面白くしてやったのに。俺に連を止める資格なんかあるのか。俺の占いがやっと外れる。ユイ、お前にはこれからも楽しいことがいっぱいある。お前の人生を生きろ。13人目であるこの私と。大体俺たちが来ること自体無理があるんだよ。お前たちといると妙に疲れる。こいつらは俺の獲物だ。邪魔するな。俺は絶対に死ねない。一つでも命を奪ったらお前はもう後戻りできるか。というのも私たちは知っているんですよ、ミラーワールドを閉じる方法。多くを助けるために一つを犠牲にできる勇気を持つ者が真の英雄なんです。仮面ライダーは英雄でないと。俺の腕見せますよ。俺強いんですから。幸せになりたかった。どうやって英雄になるのかな。次は僕、誰も。お前が俺にそんな風に言ってくれるなんて。コロちゃんの顔が見えないよ。なぜだ。これが新しい命。お前に命を与えるために。終わりにしよう。なんで俺がこんな目に遭うんだ。あなたはなぜ旅をしてるの。夢がないんだよ俺には。だから人に裏切られるのが怖いんじゃない。俺が人を裏切るのが怖いんだ。俺には夢がない。でもな、夢を守ることはできる。夢っていうのは呪いと同じなんだ。途中で挫折したものをずっと呪われたまま。新しく当社の社長になりました村上教授です。ラッキークローバーのメンバーに会うことになっております。それに君とは随分縁があるようだし。もしオルフェノクの中に人間の心が残っているやつがいるとしたら、お前ならどうする。ことが罪なら俺が背負ってやる。ミスター J がやられました。いよいよあなたの出番ですね。あんたは人間だ。これからも人間として生きてくる。俺は必ずマリを手に入れてみせる。父さんだな。なんで流星軸を作ったんだ。ベルトをちょうだい。今からそれは僕のおもちゃだ。俺は君を信用して。ああ、俺だって同じさ。俺が君を助けたの。君を守るためじゃない。俺の手で君の命を奪うためだ。そうだ、俺はお前を倒す。ラッキークローバーに入るために。君はもう一度自信を持ってノベルトを巻くときや。あなたはオルフェノ。ああ、だがお前の仲間になるくらいなら死んだ方がまして。俺は戦う。人間として、あいつとして。
今のが私の本当の姿だから、来ないで。私幸せでした、慶太郎さんに出会えて。新社長の補佐に回りたいと思う。まだ俺には分からない、何が正しいのか。その答えを君が俺に教えてくれ。俺もようやく夢が見つかった。世界中の洗濯物が真っ白になるみたい。みんなが幸せになりますよ。立花さん、待て、見てるんです。ほんで裏切ったやつか。急遽作ったライダーシステムのせいで俺の体はボロボロだ。そんなこと言ってみろ、俺は貴様をぶっ殺す。じゃあ俺は臆病者か、臆病者として死んでいくのか。最後に残るのはこの私が生み出す究極のライダーのみだ。何やってんの俺、こんなところで。貴様がとうとう現れたってわけだ。結局お前には勝てなかったってことさ。なぜだ、なぜ君の力が消えた。守りたいこの人たち。勝手にやってくれ、戦いは嫌いなんだ。俺の体を動かすのは義務とか使命なんかじゃない、そこにいる人を守りたいという思い。世の中を平和にしたいんだろ、正義のために戦いたいんだろ。封印しろ。そうだ、俺は53番目の存在。俺は何をやってたんだ。その時は俺が封印します。戦えない、全ての人のために俺が戦う。たとえ今は君一人守るのがやっとでも、諦めない、運命に負けたくないんだ。そのためライダーに変身し続けると君はやがてもう一人のジョーカーとなる。しおり、無事でよかった。お母さんのそばにいる。俺は最強だ。うつき、お前は本当の仮面ライダーになったんだ。生き残るのは究極のアンテッド、ただ一人。こちらが残れば人類は滅び、だったら私が新しい世界を。俺は運命と戦う、そして勝ってみせる。お前は人間たちの中で生き続けろ。少年、彼女頼む。何かあったら覚えたってよ。楽勝でしょ。まあ自分を信じることが基本だよね。長男を切るやつの中でお前一人だけ変わらなくても余計な玉のせいにするからだよ。お母さん、俺だけの長男受かったから、じゃあね。休み中なのに大変だな。これからもこういう感じになるのかな。でもまあ足立くんとは一緒だからいいかな。最近の変わり種も来るところまで来たかなって感じですね。あの尾崎さん、引退ってなんすか。なんて、これからはもうお前に全部任せるから。右の鬼爪はやられましたが、まだ左の方がありますし。鬼の伊吹くんは一人前の鬼ってことだね。あいつなりの鬼らしさってところだな。足立くん、なんとなく最近変わったなと思ってたんだけど、それってもしかして
響さんの影響なのかな。紅当番の第一戦しっかり決めていくからさ、すげえとか言って腰抜かすんじゃねえぞ。じゃあこのまま鍛え続けて清めの音を打ち鳴らせるところまで行っちゃうっつうのは。晴れの日もありゃさ、雨の日だってあるよ。でもさ、生きていくってことはさ、なくすことばっかりじゃないぜ。キリア京介と言います。よろしくお願いします。すげえなこれ。響き、走行だな。鬼の仕事と私生活は別々じゃないと思うけどな。全部ひっくるめて一つの人生なんだし。頼みがある。私の死に顔を誰にも見られたくない。本当に僕は弟子を取るに足る人間なのかどうか、そしてその結論は僕も自分で出そうと思う。どうした、ついてこないのか。ナスムーン、京介。鬼というのは一つの生き方だと、常に自分に勝つ、そういう生き方だと。よくやった、轟。ありがとう。俺、だからいっす。ザキさんに心配かけないように。これから俺のそばで自分らしく生きてみたい。はい。よろしくな。おばあちゃんはこう言ってた。縁の道を行き、全てを司る男。俺の名は天道宗司。天道、俺はいいよ、お前を超えてやる。戦闘において最も重要なこと、それはパーフェクトハーモニー、完全調和だ。じゃあ俺が守る、守ってみせる。全ての女性を守るのが私の仕事ですから。我々シャドウの完全調和にもうあんたは必要ない。ちょっと、なぜお前が。全部思い出したんだな。そして俺のことを忘れてしまったということか。神城剣、神に代わり剣を振るう男だ。俺は俺にしかなれない。でもこれが俺なんだ。ここまで来たら気の済むようにすればいい。この奥に何があるとしてもな、たとえどんな敵が相手でも俺はお前を守る。永遠にな。さすがゴン、なんてったって俺たちは永遠に一つの相棒。そうそう、それそれ。お前は俺の妹だ。生まれる前に殺された、たった一人の妹だ。もうパーフェクトなるのはないんだよ。俺はすでに未来を掴んでいる。そしてこれからも掴み続ける。ゴールもない暗闇。おばあちゃんが言っていた、俺の進化は光より速い。俺がそばにいる、ずっとそばにいるから。父親の思い、お前が受け止めてやれ。俺たちが力を合わせれば誰にも負けない。ねえジア、言ってもいいかな。ジアはずっとそばにいますから。同じ道を行く、あの仲間にすぎる。別々の道を共に立っていけるの。友達だ。それはおばあちゃんの言葉か。いや、俺の言葉だ。俺30。なんだかよくわかんないけど、やらなきゃいけないことだけは分かった気がする。それに流れる時は決して戻らないから美しいんだと思いますよ。お前
僕に釣られてみる。ゆったり構えてれば星は自然と巡るんです。俺の強さは泣けるで。涙はこれで拭いとけ。時の運行を変えてはならない。このようなことはこれっきりにしてください。ちょっと倒してもいい？答えは聞かないけど。ここは実力で勝負だ。今日は良太郎の役に立つやつが残りゃいいんだろう。過去が希望をくれる。桜井さんがいなくなる前につけたんだと思う。最初に言っておく、俺はかなり強い。こんなんでゼロノスのカード使ってたら何枚あったって足りないんだよ。降臨、満を持して。言ったろ、クライマックスの手が足りないって。みんな消えなかったんだ。そうらしいよ。許してくれ。俺やっぱりユートと。ユートは変身するためにあるものを消費してる。とても大切なもの。記憶にない時間は戻らない。必殺技電車切り。そういう顔してるだろ。そろそろ未来の俺の記憶だけじゃ足りなくなってきたらしい。忘れられる方だけ考えるなよ。だいぶ忘れる方だって辛いんだ。消えるとか消えねえとかそんなのは後の話だ。未来が守られた時、そこにきっと。望みを言う。僕と最後まで一緒に戦ってくれる。お前の望み聞いたぜ。また会おうぜ。いつか未来で。こんな汚れた世界の空気を吸っても生きていけるってことは、僕も汚れた人間だったんだ。生まれ変わりなさい。きちんと罪を償えば、あなたにもまだチャンスはあります。シャバの空気でも吸いに行くか。人間はな、みんなそれぞれ音楽を奏でているんだ。知らず知らずのうちに心の中でな。アンガイア、その命神に返しなさい。どうしてイクサ、私のイクサが。俺のユリには手出しはさせない。力には力だ、渡る。我が名はルーク、偉大なるジャックメイト4の一人。これからは本当にやりたいことだけをやるんだ。心の声に耳を澄ませる。あなたは掟を破った。あなたに夜が来る。お前たちの間には何の運命もない。ドラマテスクに行きましょう。運命からは逃れられませんよ、クイーン。見なさい、戦の新たなる力。よし、天国に行くぞ。それにはまずいいことをしなければ。いずれも天国に。天国を続けた。その時私がこの世にいなくても、私の魂でお前を倒せ。王の判決を言い渡す。僕は僕の音楽を見つけたの。
そうすればもっと強くなれると思うから。そして僕の音楽でみんなを幸せにしたい。絶滅、それが邪魔な種族の運命。くれない渡る、この俺が必ず救ってみせる。必ず。決して許されない罪だ。兄さんの罪は僕の罪だ。一緒に背負うよ、僕も。あなたは全ての仮面ライダーを破壊するもの。創造は破壊からしか生まれませんからね。通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ。僕は王になりたい。私が預言者だ。ディケイドが世界の破壊者だという警鐘を鳴らすため。失敗しても成功しても共に働く仲間を励まし助け合い、一緒に進化していく。世界には僕たちの想像も超える素晴らしいお宝が眠っている。僕はその全てをこの手に入れたいんだ。時には道に迷い、間違えたとしてそれでも旅をしていく。よー、待たせたな。こっからだ、本番だ。この男は誰にも声が届かない世界で孤独に耐えながらみんなを守ってきた。やる気さえあれば不可能なことなんてこの世にはないと思うけど。動けば何かが始まるさ。少年君、人は誰でも自分のいるべき世界を探している。そこへ行くために人は旅を続ける。そして旅を恐れない。俺とお前が手を組んだ。お前はお前自身を信じることができる。その気持ちはお前の好きなお宝だ。天下ごめんな侍戦隊スリケンジャー。俺は戦い続ける。仲間のためになら。この最悪な世界で信じることを忘れなかった。だから本当に信じ合える友達と出会えた。結局こうなる定めか。来るなら来い。全てを破壊してやる。止めてやるよ。俺が、いや俺たちが。さあお前の罪を考えろ。その崎家の子はなあ、我らミュージアムの中枢、この町の、いや全ての人類の統率者だ。パパを信じているよな、アスカ。ああ、これがヘブンストルネード。私の依頼人に指一本触れるな。とても優しい声でした、今の若菜さん。きっとそれが本当のあなたですね。信じてたよ、翔太が見つけてくれると。当たり前だな、俺たちはなんだ。そうだね、僕たちは二人で一人の仮面ライダーだ。ふっと、やっぱりいい風が吹くな。この日を待っていた。最強の力を得てこいつを倒す日を。復讐に飲まれた悲しい女、俺が救ってやる。男の仕事の8割は決断、あとはボケみたいなもんだ。俺の人生の師匠の教えだ。この街にはミステリアスという言葉がなくなる。見つけたぞ、俺の全てを奪った W のメモリの男。いさかシンクロ。左翔太、あの男あなたにとって不吉な存在。俺たちには心と体も一つになる。しばらく連絡つかなくなるけど心配すぎないな。
兄ちゃん。いい風だ。俺を強くしたのは憎しみなんかじゃない。お前らの本音も仕組まれていたんだ、あのシュラウドという女。グア、その先ライト。そしてそれを極めた今こそ若様、地球という神の御子旅へ。お前とライトが揃えば最終ステージの扉を開くことができる。俺はダブルではなく仮面ライダーアクセルだ。私の人生に後悔はない。お手の母さん、あの日のように。僕の好きだった街をよろしく、仮面ライダー左翔太郎。街は泣かせる後に俺たちが永遠に長かけ続けるあの人。さあ、お前の罪を考えろ。あちこち行ったけど楽して助かる命がないのはどこも一緒だな。誰も助けられるわけじゃないしね。ただ手が届くのに手を伸ばさなかったら死ぬほど後悔する。欲しいって思うのは悪くない。大切なのはその気持ちをどうするか。村で一番最初に仲良くなったあの子、あの子は助けられなかった。俺も今やれることをやるのに、それがやがて世界を守ることにつながるはずだ。後藤君、君が今一つ切れない原因はそのプライドだ。欲望をプライドで抑え込んでいる。まあ目的というか仕事ってことならこれなんだけど。エンジ君がいなくなったらアンクだって困るでしょ。今回だけだ。エンジ、正義のためなら何をしてもいいって思ったり、きっと戦争もそうやって起こっていくんです。初めて見た、あんな素敵な人、綺麗だな。俺の目的は一つだ、必ず完全に復活、いやそれ以上の体を手に入れる。素晴らしい旋回記念だった。仮面ライダー40回目のハッピーバースデー。僕はどこ。そう、私の中の姉さんはいつも笑顔をたたえている。欲望の空白が埋まれば暴走の危険性は高くなる。これをお前がどうなると構わない。だから俺は何があっても完全に復活を遂げる。そのためにお前の力が必要だ。お前らのゴアだ、その欲望で手を伸ばせ。俺が俺の知ってる伊達さんのパースを引き継ぐ。それが伊達さんを死なせないってことです。お前もヒナも俺はいつでも潰せる。違うと思うけど。ハンク、何焦ってるんだよ。ヒナがエイジ君の手を掴むんだろ。このまま彼を都合のいい神様にしちゃいけない。僕ももう少しで手が届く。せめて僕の無理、遠くても届く俺の腕、力。もう叶ってた、お前からもらってたんだ。お前が掴む腕はもう俺じゃないってことだ。でもお前の手を掴んだ絶対間違いじゃなかった。絶対ハンク、なんだか分かんねえけど撃ちしゃたとえ怪我していようと、たとえ他人が罵倒しよう、私がクイーンになるための場所を人に譲るつもりはない。寝落ちもんは簡単には手放さないっすよ。
彼はバッドボーイじゃない。僕の友達を決めるのは僕自身です。父さん、私は変わらない。変わらなくてもいい。初めてそう言ってくれる人に出会えたから。よし、学園と地球の自由と平和を守る仮面ライダーも、ここに正式スタートだ。知らねえのか、ダチは青春の特効薬だ。何でも治っちまうんだよ。仮面ライダーメリ、お前の定めは俺が決める。今度こそ割れる。俺のダチが俺のために下げてくれたこのマンコ、俺に使えない道理はね。久しぶりに新しいホロスコープスが誕生するぞ。お前に会わせたかったのは俺の仲間たち、そして本当のお前だ。俺にはな、ミユの笑顔が一番なのさ。クイーンの私がトラッシュとこんなプロムをやるなんて最高の夜だわ。俺の定めは嵐を呼ぶ。お前の本当の心、本当の思いが受け止められて、たとえそれが殺意ってな。足りなかったのは俺たちの気持ちだ。その俺たちの絆が最後の扉を開く。みんなの絆で宇宙を掴む。友達が危ない時は体を張って助けてくれる。それが忍者の普通なの。これ私のプライド、覚悟だよ。分かったよ、リーダー。対話を晴らしてもらって。お前たちに言っておく。我らホロスコープスの崇高なる目的は最終段階へと近づいて、最後にまた友達が。最初に私を信じてくれた仲間、それはエンちゃん。草薙源太郎、君は俺の親友だ。言っても言い切れないが、ただ一言、ありがとう。希望をずっと仲間と。それが俺たちの絆だ。だから今日天子はあんたの社員から卒業する。卒業生代表は仮面ライダー宝泉木更木源太郎。本当に絶望しまうことがあった。俺が希望になってやる。さあ、ショータイムだ。謝ってほしいわけじゃない。あんな悲劇もう二度と見たくないからな。俺たちが何者だろうと今は生きようぜ。俺が言いたいのは、過去ばっかり見て今は不正なってこと。勝てる可能性が 1% であるな。俺はそれだけ。俺は何度死んでも蘇る不死身のファントム、フェニックスだ。そりゃまるっと全部解決できないかもしれないけど、でも小さな希望をつなぎ止めるくらいは何かきっと。人に希望を与えるのは現実だけとは限らないわ。さっきも言っただろ、ピンチはチャンスだって。ってことは俺にとっちゃ絶望も希望になっちまうんだな。これがとりあえず明日のことを今日は考えないことにした。今日は今日をちゃんと生きる。明日のことはそれからだ。あなたもやれば自分にやりたいこと。全ての魔力を一つに、これが最後の希望だ。永遠に死と再生を繰り返せ。おめえらなんかにばあちゃんの命も心配の命も渡すわけねえだろ。リサちゃんのふりをしただけのあんたなんか私の人生を終わりにさせない。俺は危険な賭けには乗るしめ。ピンチはチャンス、必ず勝つ。だから決まえな、お前も付き合え。俺は諦めない。命がある限り小闇の命も諦めない。
金融のピンチを見捨てるようなバカじゃねえんだよ。大体俺たちの友情がそんな簡単に壊れるわけねえだろ。君が捨てられたように僕も捨てられたんだ、大切な人にね。でもかんでも人が助けてくれると思ったら大間違いよ。自分でどうにかしようって思わないの？なんじゃこのピンチを乗り越えられるわけないでしょ。来るべきという世代、この身を大事にして、お前は最後の希望だ。魔法使いはあと2人必要なんだ。そうすれば全てのファントムを倒す力を得られる。自分が何者であろうと一人の人間としてみんなを助けていく、それが私がなりたい私だから。無理して一人で抱え込んでると、そのうち自分の中の大事なものも腐らしちまう。あいつなんか今までご苦労だった明日。このまま静かに眠りたいっていうのか、暦の希望だから。それが暦の心を救うことだと。俺たちは正義のために戦うんじゃない、俺たちは人間の自由のために戦うんだと。全ての人の自由を守る戦士の名だ。だからお前は仮面ライダーなら俺は仮面ライダー外部。俺変身したいんだ、もっと強くて何でもできる自分に。奪い取り踏みにじる、それが本当の勝利の形。力と強さの証を立てるもの。辛いこと悲しいこと決して消えてなくなったりしない。大切な人が傷つく、自分が傷ついた方がいい。さあ始めますわよ、破壊と暴力のパネルを。大人ってのはなろうと思ってなるものじゃない、ただ子供でいられなくなるだけのことだったんだ。やがて始まる果てしない戦いの中で俺たちはそれを思い知ることになる。俺を人殺しなんてできない。こいつは汗だ、汗なんだ。人を襲う化け物を始末したんだぜ。こいつはいわゆる正義ってやつだ。力そのものが必要なんじゃない、肝心なのはその使い道だろ。俺がこの町のみんなをインベスから守る、必要なのはそのための力だ。俺はチームバロンのリーダー、ザック。アーマーのライダー、ザックだ。専門家の予測によれば猶予はあと10年。それで我々の世界はここと同じ森に覆われ、新たなヘルヘイムとなす。俺は諦めない。犠牲が必要だって言うなら、それを求めた世界と戦う。力を得るにはリスクを負う覚悟が必要だ。そうでなければオーバーロードと戦う資格すら得られない。最後に頼むのは自分の力だけだ。違う、人は分かり合えるはずだ。もう二度と誰の言いなる気分なのね。誰にも舐めた口は聞かせねえ。俺は人間を超えるんだ。後悔なんてしてる暇はない。俺は先に進む、そう言うやに誓ったんだ。希望っていうのは立ちの悪い病気だ、それも人に伝染する。太田さん、あなたはね、そうやって病原菌をまき散らしてるんですよ。ねえ兄さん、あんたは誰よりも優れた人間なんだ。だったらさ、最後は僕のために犠牲になった。俺の味方かどうかなんて関係ない。守りたいものは変わらない。たとえ俺自身が変わり果てたとしても許せるかよ。許されるわけないだろ。俺の真理はこの拳の中にある。いずれ貴様は破滅する。それが貴様の本当
不器用な人。お前は本当に強い。いつだって未来は闇の中だ。だからこそ光を灯しに行く価値がある。確かにあの人はヒーローだと。でももうコウタさんはいない。だから僕たちがヒーローにならなきゃいけないんだ。俺たちいつまでも仲間だぜ。イッチだったら今ここから走り出してあの人を救えるなら。もう考えるのやめた。これがマシンチェイサーロイニュードの番人同時死神だ。右も左もずるいやつでうんざりばっかりだ。だからまっすぐ生きてる人が光って見える。正義じゃない。俺は市民を守るんだ。驚きだよ。怒りで頭がシーンと冷えることもあるんだな。お前らは思いっきりクールに裁く。追跡の撲滅いずれもあった。仮面ライダー。俺が来る。お体がちょっとマッハっぽい。あとは知らないぞ。そうだな。今は弱気になってる場合じゃねえ。俺のできることをやるだけだ。許せ。あんたを倒す。本当に人を手にかけてしまう前に。俺は強くならなきゃなんて焦る必要はない。なぜなら俺はすでに強いからだ。俺はもう一度やり直す。お前が届けてくれた。俺には分からない。家族とはそんなに大切なものなのか。それは自分の使命より大事なものか。真相か。そんな、まさか。行きます。最後までフルスロットで。いい笑顔だ。帰ってきた甲斐があったよ。あとは任せたまえ、キリコ。ニラ光秀、12年前の泊英介警部を殺害の真犯人としてお前を逮捕する。今分かった。一番大事なのはやはりお前こそが俺にとって最高の相手だということだ。私にとって家族、支配すべきものでしかない。愛などというものは存在しない。やはり私は優秀で誠実で。俺とお前はダチではないが、持っていてくれ。燃えてしまうともったいない。最後の最後に友達が一人増えた。初めての人間の。俺は刑事で仮面ライダーだ。また近いうちに会えそうな気がするな。俺はもう後悔しない。俺がみんなの命を守る。分かっただろ。見えない力は正義なんかじゃない。考え、戦う覚悟、全てが甘い。いずれ選ぶ時が来る。でも負けたと思わない限り俺は負けてない。俺は何があっても愛憎を15個集める。必ずカノンを生き返らせてみせる。俺を信じる。キャロン、お前を信じよう。命を、思いを未来へつなげる。俺は自分の夢なんてわからない。でも俺はみんなの命、夢を守りたい。それで仲間と笑っていられる世界を作る。この世界を我々の世界と同じにしてやり、それが君たちにとっての幸せというもの。心があるから人間なんだ。心があるから通じ合う。だから人間って素晴らしいんだ。
たとえ俺が倒れても、その魂はずっと生き続ける。オートロの王者、中央イーグル。父上の理想を引き継ぎ、理想の世界を作る私こそ完璧な存在そのものなのだ。私の心はこの世界の宝物を守りたいと叫んでる。そしていつか私の世界もこの世界と同じように記憶は思いとなり消えずにずっと残っているんだ。時を超え、生と死を超え、未来につながり広がっていく。無限に仲間がいれば楽しさは無限に広がるんだ。お前が本物だとどうして言い切れる。やらなきゃいけない、たとえどんなに辛くとも、それが勇気なんだ。人間は変わることはない。人は変われる。人には無限の可能性がある。繋がった私が世界になる。天空寺たける、ありがとう。最後に兄上と繋がれた。人間はいつ死ぬかわからない。でも最後のその時まで命燃やすぜ。命は何よりも大切だからな。それは俺もそう思う。ゲームならこの俺に任せとけ。ソータの運命は俺が変える。お医者さんごっこなんてやめてゲームを楽しもうぜ。こんな男アイスを尽かして当然だ。先の敵を討つ。真実を伝えることが正しいとは限らない。真実が人の人生を狂わせることだってあるんだよ。フィニッシュを決めるのは俺だ。村相手は俺が切除する。仮面ライダーは俺一人で十分だ。乗り乗りで行っちゃうぜ。メリークリスマス。お前の運命はヘブン、お前が変えろ。俺はお前だ。僕はあなた。そう、協力プレイでクリアしやるぜ。いつでも相手になってやる。俺を楽しませてくれよ、エム。ロークのエム、君が世界で初めてバグスターウイルスに感染した男だからだ。俺は世界で一番のドクターだ。俺には失うものは何もない。だから言ってんの。仮面ライダーは俺一人で十分だってな。キリアさんが残してくれた希望、絶対に無駄にしない。私は神だ。私の夢は不滅だ。ようこそ究極のゲームの世界。プレイヤーを救助するのは違反行為だよ。ポパピプペナル退場。お前を生かすも殺すも俺のパズル次第。お前には運命を決める力なんて。私こそが社長。今こそ審判の時だから。今度は僕がキリアさんを救います。あなたの笑顔を取り戻すために。別に救われることなんて何もない。勝負だクロノス。天才ゲーマー M の力を見せてやれ。お前はこの世界のか。俺が切除する。決めたんだよ。これからは M と一緒に協力プレイでゲームを遊ぶってな。これでいい。乗ってやろうじゃないの。全てのバグスターをぶっ潰す。人類の未来のために。クロノス、お前の運命はここまでだ。最後の審判をください。さあ実験を始めようか。
勝利の法則は決まった。誰かの力になれたら心の底から嬉しくなってくしゃっとなるんだよ俺の顔。見返りを期待したらそれは正義とは言わねえぞ。今のお前はどうなんだよ。自分の記憶とビルド、どっちが大事なんだよ。決まってんだろ、ビルドだよ。上等だ。データを応用してあれを完成させることだ。気流セントならそれができる、万丈リュウナならそれが使える。力を貸してくれ。今の俺は負ける気がしねえ。俺がブラッド・スタークだ。馴染みのあるのはこっちの声か。俺は自分が信じる正義のためにあんたを倒す。誰かを守るために立ち上がってきたんだろ。それができるのは桂木匠でも佐藤太郎でもねえ、桐生戦闘だけだろうが。心の火、進化だ。進化を燃やしてぶっ潰せ。最悪だ。こんなに痛くて苦しくても戦うしかねえのか。這い上がってきた地獄だ。俺は全てをかなぐり捨てた。ただ強さを求めて。みんなの思いを受けて俺は気流セントとして正義のためにライダーシステムを使ってきたんだ。俺は俺のやり方で桂木匠を超えてみせる。我が名はベルナンシュ、火星の王。力がみなぎる、魂が燃える。俺のマグマがほとばしる。ついに戻ってきた。地球は終わりだ。ならば答えは一つだ。あなたに忠誠を誓おう。自意識過剰な正義のヒーローの復活だ。人の思いを持って遊ぶお前には屈しない。お前が何を壊そうと俺がこの手でビルドする。お前に言ってよな、俺たちが信じた思いは幻なんかじゃない。自分の信じる正義のために戦うって。推しに見とってもらえるなんて幸せもんだな。あいつらに自慢してやんねえとな。親父、少しは近づけたから。誰が何と言おうとお前は俺たちのヒーローだ。みんなが桐生戦闘、仮面ライダービルドを作ってくれたんだ。愛と平和を胸に生きていける世界を作る。そのためにこの力を使う。俺は魔王になる。ただし最低最悪の魔王じゃない、最高最善の魔王になってみせる。どうやら俺たちの力は消えるみたいだ。あとは頼んだぞ。なんで持っていたのか分かんないんだ。でも持ち主が現れた時返そうと思っていた。乾、なぜ。俺はお前が嫌いだ、草か。だがな、お前は俺の仲間なんだよ。悔しいことにな。俺たち魔法使いの力はお前に託したぞ。頑張れよツンツン。やな。ダン・クロト改め、ダン・クロトだ。どんなに誰かを助けたいと思っても一人じゃ助けられない命がある。自分だけじゃない、仲間も信じる。それでこそ王だ。俺は通りすがりの仮面ライダー、世界を破壊し。だから、どうして変身しない。そうだった、俺は仮面ライダーだ。誠兄ちゃん、行こう。忍びと書いて刃の心、仮面ライダー忍び。我が名は仮面ライダーウォズ、未来の創造者である。クエを世界、答えを正解、仮面ライダークイズ。俺たちは負けたんだ、時代に。でもそれを受け止めれば先に進めるんじゃないですか。善も悪も光も闇も全て受け入れる
その力で俺は未来を切り開く。鋼のボディに熱いハート、仮面ライダー機械。ヨウを倒すのはお前じゃない、俺の使命だ。この世界のお宝を独り占めにはさせないよ、司。俺もようやく未来へ。ね、始めた。なんかすごいことになっちゃった。なんだこれは。私たちが一つになると。だって記憶とか力とかあってもなっても、俺は俺だから。君だってそうやって生きてきたんじゃないの。響さん、俺を響として認めてくれるってことです。ありがとうございます。男は傷つくことで磨かれる。負けるか。俺は戦士だ。笑えよ。誰か俺は笑ってくれ。俺はお前が作った最低最悪の未来を止めるために来た。弱い。いや、もはや言葉は不要。ただこの瞬間を味わうがいい。聞きたいことがあれば教えてよ。我が妹よ。ちょっと待って、今勇気出すから。明日のパンツだよ。地獄に行ったらこの名を告げろ。ライド勝美。月読みよ。アルピナ、明日へ。お前は人間だろう。俺が人間の心か。人間の心とはもっと美しいはずだ。どんなに歴史が壊されても仮面ライダーは壊れない。時計の針はさ、未来にしか進まない。ぐるっと一周して元に戻ったように見えても未来に進んでるんだ。その夢ってのはな、検索すれば分かるような、そんな単純なものじゃねえんだよ。スマヒアは人を削ってる人類の敵だ。地獄はぶっ飛ばす。バックアップさえあればいつでも復元できる。それが人工知能、それがヒューマギアだ。たとえ壊しても作り直せば済む話。親が子供を守る。今日こそが革命の日。歴史に刻まれるのは我々滅亡人類ネットの勝利だ。もちろん会社のイメージも大事です。ですが、僕はそれ以上に皆さんにヒューマギアの可能性を知ってほしいと思ってます。お前が俺をラーニングして上回るなら、またそれを超えてみせる。滅亡人類ネットをぶっ飛ばす。それが俺の使命だ。地球は必ず滅亡する。悪の意志のままに。サウザンドライバーはザイヤの芸術作品。この強さはゼロワンドライバーの 1000%。 利益だけ上げてもお客さんや社員が笑顔になれなきゃ意味がない。笑顔、そんなものに価値がありますか。これがアークの力。ぜひ手合わせ願おう。アルト部長、変身してください。ヒューマギアを信じてください。人間からヒューマギアを解放して自由を与える。それが僕、仮面ライダージンだ。頑張ってくれた社員をほっとけないだろう。夢なんて考えたこともなかった。でもいつか見つけてやるよ。俺が俺であるために。俺の夢を。そのために俺は戦う。倒れろ。知らないのか。思いはテクノロジーを超えるらしいぞ。これが私の辞表だ。人間を騙しもてあそぶ、人間から教わった悪意の一つ。青臭い夢ばかり掲げる経営が許せなかった。その理由は他でもない、私が秘伝インテリジェンスを愛していたからだ。これが俺の夢の証。人と人工知能が
共に歩んでいく証だ。感じる、あなたの心から湧き上がる悪意。そんな滅びの心を失いたくなかったんだ。たった一人のお父さんだから。結論は出ているようだな。そっちもな。なぜ俺を破壊しなかった。もうその必要はないだろう。Not my own, Albie. I have a responsibility to the people on Enoi and the people on Earth. Bristol, in the name of Enoi, transform me now. From the scrap heap you came, into the scrap heap you shall return. Fervus and I want to thank you for a wonderful Christmas. I can't quit. I won't quit. There's too much at stake. No. Are you going to be self-righteous and witless like your grandfather? Or are you going to rule a kingdom with me? I have special abilities. I have an unfair advantage over all of them. And that's not what fair competition is about. My new powers will make sure you and Dragon will never succeed! Prepare yourself, Blackburn, for the test of your life. We were happy to help. Yeah, what are friends for anyway? Just look at him. He's beautiful. An even more evil version of myself. I can't believe we're rooting for Matt Ryder. If he loses, all is lost. If you try hard, and you do your best, you've already won! Sweet dream. Your worst nightmare's about to begin. It is your own fear that prevents you from action, Dex. You must overcome it to prevail. Thank you for coming to help me. For my family and the Scienter, you'll always be in your debt. Kid. Go home. Search for the dragon. Remember the contract card. No way to step in! This is so uncool! Professional does his homework, Jenny. A professional takes his time. Chumps again? I told you. Wing Knight is mine! I want to be the best in two worlds. Fighting monsters when there's a Kamen Rider around? You're not gonna win the tournament that way. Come on, loser. Let's rumble. This is my planet, alien. I asked the question. By order of the United States government, you're under arrest. This can't be happening. I can't lose. I always win. Brad, Barry, always wins. Well, you failed them. And ZVX always keeps his promises. All right, wait here. This won't take long. Yeah, go ahead and get the rest of our money ready. Semper Fi. I'm sorry, Dad. I'll never be that hero. But you were that hero. This is the end of the road for you, imposter. Take off that armor. You're a disgrace to the name Kamen Rider. Oh, kid, you were the only Kamen Rider I couldn't reach. You had no vices, certainly didn't have any ambition. And I knew you wouldn't listen to me. But I thought
bet you probably really loved your dad. You see? Perfect control. Bit stiff, though. I need to warm up before the big game. No. Glenn. Glenn, it's happening. I've been vented. Glenn, it's okay. You have the courage to be a Comet Rider. It was me who assigned the decks. And I can reassign. You betrayed your friends, your planet, billions of people. What else do I need to know? I didn't betray anybody. I want you to think of someone else for a change. That's been your problem all along. It was always Adam first, Tara second. I'll be back. I will always be back. Not this time, you won't. There are many more worlds behind the mirrors, and many more dangers that could threaten Ventara and Earth. And whatever those dangers are, the Kamen Riders will be ready. 何も傷つけず、自分の手も汚さない。優しい生き方だけどな、何の役にも立たないんだな。いつか僕が誰かを食べてしまうくらいなら、その前に駆除されても。アマゾンでも人間だ。あなただってそうでしょ。人間ね。そんなことを考えるのは人間じゃないやつだけだ。狩らなきゃいけないものは狩るよ。守りたいものは守る。人でもアマゾンでも。守るもんと守らないもんと、お前の都合で襟好みしてんだよ。自分の中で線引きができてない。お前はヨンケリツ。お前ら全部殺さないと俺もゆっくり死ねないんだよ。僕もあなたが狩りをやめない限りゆっくり生きられる。俺はアマゾンなんかと一緒にする。本当言ったら絶対に許さないからな。絶対に。僕を殺すために、もしそうしなきゃいけない時は私が。僕たちは5年前から殺され続けてる。だから今度は僕たちの番だ。僕たちが人間を狩る。人間を守るには人間をやめないと。言うまでやっぱりただの人食いだ。妖精性細胞は危険すぎる。君自身にもコントロールできないくらい。だからな、俺が送ってやる、母さんのところへ。でも俺は最後まで生きるよ。不死身であろうとも、大軍団を相手に万に一つの勝ち目はあるまい。どこまでもって評価の要塞を突き止めてやる。貴様も生きていたのか。ちょうどいい。仮面ライダー3人をまとめて片付けてやる。みんなよく集まってくれた。
本を象徴するあの富士山が我々を守ったんだ。君たちに武器はいらない。太陽がある、山がある、海がある。この自然こそ君たちの友達だ。闇のゴルゴムに負けたまるか。最後に勝つのは光、正義だ。お前の最後の日は近い。それまで勝負は預けたぞ、ブラックさん。お前が過去の世界を証明すると現在の俺の世界も証明する。教えてください。俺がどうなっちまったのか。みんな一生懸命生きてる、愛し合いながら、これを壊しちゃいけない。奴らは俺を狙ってきた。カナちゃんは巻き添えになったんだ。クソ、ゲット！メンライダー！ジェイ！メンライダー！ゲット！これだけは言えます。僕は生きるために戦う。生きることを素晴らしいと思いたい。戦ってくれ、俺と。俺の望みを聞いてくれたら考えてやる。死ぬなよ、ベン。お前もな。約束して、俺のできなかったこと、君が約しよう。人間を守るのがお前の仕事じゃなかったのか。誰が言ってるか。ヒビキさん、これはヒビキさんの件ですよ。ずっと昔から俺が得た力で守れるものを守れればいいんじゃないか。いいんだよ、それで。大丈夫だ、俺がそばにいる。たった一日でも一瞬でも忘れたくない時間があるんだ。そんな思いが自分の死で死を選ぶなら、俺たちの必殺技だ。よし、こっちもっと派手にいくぜ。父さんに会えて本当によかった。自分らしく生きろ、バトル。会えてよかった。僕たちの時間未来にずっと繋がっていくんだって思った。っていうか、もう新しい時間が始まった。今日の世界も俺の世界ではない。言い換えれば、この世界は俺の世界にできる。俺はこれからも世界をつなぎ、物語をつなぐ。ディケイドの物語はここから始まる。俺に帽子は早い。まだ早いよ。似合う男にな。ディケイド、切り札持ってるよね。ああ、ちょっとくすぐったいぞ。もうあなたは未来に縛られない。それでももう一度会いたいと思った。分かってたつもりが分かってなかった。どれほど大切な存在なのか。俺もいつか人を信じることができるかな。君が君のお宝を信じることができるなら、いつかきっと。そんな死だって言いたいな、カズミ。久しぶりだな、死ぬわ。俺は自分の罪を数えてた。お前の罪を数えろ。欲もなければ喜びもないはずだ。そうかもしれないけど、人生は楽しいって思う時もあるんだ。自分の幸せを捨てても他人のために戦う、それが仮面ライダーの真の強さだ。人々の思いがある限り、仮面ライダーは何度でも蘇るのです。俺は呪われた運命を振り切り生まれ変われた。この街を守るために戦う仮面ライダーとして。俺としたことが一瞬忘れちまってたぜ。人は皆悪魔だということを。誰だろうと、人の欲望や命や大事なものをもてあそんでいいはずがない。一緒に戦うのってもしかしてこれが最後。そうしたくなかったらきっちり生き残れ。俺のこの気持ちはごまかせねえ。好きなままは好きだ。見てるか、ナレシコ、お前のことが好きだ。彼は解説だ。わかりました、行こう。源太郎くん頼んだぜ。先輩、僕らは先輩か。仮面ライダーとスーパー戦隊の友情、それこそが宇宙最高のお宝かもしれないな。
これからも思いっきり手を伸ばすも届くはずだ。ライダーと先輩の垣根を越えた友情、このくっついてるガキ、カノンもカノンの仲間だ。俺が動くのは理屈じゃねえんだ、気持ちなんだよ。俺はもう仮面ライダーにならない。今のお前はさなぎだ。でもな、きっと蝶みたいに大きく羽ばたく翼を持てる。お前を助けに来たのはお前の思い通りになる人形じゃない。一番大切なのは現実なんだ。絆の力、やめんな。絶対にお前を倒す。俺たちが最後の希望だ。みんなを守りたいっていう強い思い、その思いがある限り必ずスーパーヒーローは決心します。俺は絶望なんてしない。俺は信じてんだ、自分の中にある希望は。俺は希望の魔法を使いだ。俺の希望が溢れる世界で俺が負けるわけないんだよ。俺たちが手に入れた力は人を傷つける力じゃない。自分たちの場所と仲間を守るための力だ。希望に溢れてるお前が守った世界だ。俺たちのこの力でな。人類の平和を守るためには優しさを捨てる覚悟も必要だ。それがライダーの道だってんだ。そんな強さなんていらねえ。確かに人は傷つけ合うけど、それだけじゃない、きっと分かり合うことだってできる。俺はそれを信じて戦う。俺は今あるこの世界を守る。世界が蝕む悪意には二度と屈しない。お前みたいなやつに仮面ライダーを名乗らせておけるか。俺にその名を名乗ることの意味を教えてくれたのは他でもないあのキリコなんだ。俺は仮面ライダードライブ、ただの市民の味方さ。そっちこそ何者なんだ。俺は仮面ライダーガイム、今は宇宙の神様。神様？呪霊を倒せば君の存在自体がなくなるかもしれない。それでもいいのか。ああ、多分それが真の仮面ライダーとしての生き方だ。私は自らが正しいと思う信念のためにこの命を捧げる。たとえどれほど罪を背負おうと人類を救ってみせる。戦うべき相手がいるなら戦え。そうでなければ一生後悔するはずだ。未来とは常に不安定な存在だ。未来の悪を滅ぼせるのはこの瞬間の自分の正義だけだ。私の研究が真理を導き出し、私の発明が神を作り出す。誰の力に頼ることもない。俺たちは弱い、だが弱いからこそ強くなれる。これまで、これからも。タケル、お前は自分を信じるんじゃなかったのか。もう考えるのはやめた。今まで戦ってきた仲間たち、海外で得た友人たちが俺を支えてくれている。だから不死身だ。俺が人間に好かれる必要はないのだ。俺が人間を好きでさえいれば。ゴーストじゃご飯が食べられない。俺はご飯が食べたい。みんなと一緒にもう一度ご飯が食べたいんだ。俺はお前たち二人と悲しい泣き別れをした。でも今度は三人一緒なんだ。何も怖いものはないじゃないか。信じらんねえくらい不器用で、ムカつくほど真っ正直なあいつからもらった超特別な命なんだ。さあ、人類の希望を返してもらおうか。市民の生活を脅かすやつは俺が許さない。明かりの命を未来につなぐ。患者の運命は俺が変える。俺たちが力を合わせればどんな悪にも絶対勝てる。ああ、これからもよろしく。全ての過ちは俺の罪だ。俺はその罪を全て背負って生きる。人が生きるということは、それこそが全ての人が持つ運命を変える力だ。世界中の人々の笑顔を取り戻すために、愛と平和のために、それが仮面ライダーだ。お前には失いたくないものがあるんじゃないのか。俺にはもう失うものはない。私たちはウイルスだけど、私たちにだって心があるから。バグスターが人と争う時代は終わったんだ。この時代の倫理が私を拒絶するならば、次に生まれた時、時代は私に追いついているか。だとしてもすぐにまた時代を追い抜いちまうだろうな、クロトシンなら。
生き残るのはどっちか一人だ。選べ、俺かそれともお前か。終わりにしましょう。俺たちが戦っているのは愛と平和のためだ。俺たちがみんなの明日を作る、その思いは誰にも打ち砕けない。現実とか虚構とか関係ない。俺たちは実際にここにいる。今ここにな。愛と平和を胸に生きている俺は負ける気がしねえ。他の地平世代だなんか関係ない。俺が王になりたかったのは世界を良くするためだ。これが最後の祭りだ。未来なら自分の力で変えられる。俺はゼロワン、俺の時代の一号、始まりのライダーだ。命を捨ててでも守りたいものを守る、それが救世主のあるべき姿だ。真のエネルギーを合わせて必ず貴様を倒す。これはね、君たちだけに教えてあげよう。新しい仮面ライダーが出てくるんだ。さて、いよいよ来週から皆さんの待ちに待ったスーパーヒーローが姿を現します。待っててくれ、ミチルさん。必ず僕が助け出す。出たんですか？わかりました。続きます。ほんといろんなことがあったよな。お疲れだったはずなのにまだまだ頑張れってことですね。大丈夫、俺たち3人が守るよ。俺忘れてました。先生の病院で窓から青空を見た時のこと、ああ生きてるっていいなって思ったこと。勇気、力を合わせて奴を倒すぞ。はい。ねえ、お前バカだよ。俺なんかのために仲間なんじゃないのか。ありがとう、素敵なファイズ。新しい人生の始まりだ。ああ、また首か。ついたら嫌だなったか。君たちは必ず帰ってくる。運命からは逃れられない。剣崎くんが二人目。ディスクアニマル、よし、みんな見ててくれよ。仮面ライダーが誕生して35年。彼がストロングなら俺はストロングストというところか。究極か、俺にふさわしい言葉だ。鏡、お前も未来をつかみ取れ。僕と一緒に変身しちゃった。そうだ、強くならなきゃ。みんな、行くよ。そうか、君が奇跡を起こしたんだ。 Maybe this is why my dad wanted me to come home, to find the Avantcard and become Kamen Rider Dragon Knight. 今僕のヴィンテージが芳醇の時を迎える。絶対に許さない、この僕が倒す。歌とダンスは人を楽しませるものだ。あるの道具にしてはいけない。さすがテレビ君のお宝だね。見せ場はこれからだ。ああ、いかん、また妄想してしまった。何にも言ってないが、これは俺の悪い癖だ。
怪盗の犯行予告、そしてその犯行を未然に防ぐ俺、左翔太。今日はみんなに報告があります。私結婚します。あきこが奥さん、普通の家庭は想像できねえな。一体何人だよ。そんなに俺の首高いのか。妄想って旗から見るとこんなにかっこ悪いもんだったのか。もう妄想はやめよう。俺の作る卵丼はいつだって、ああボイルだ。ここで料理した時の君の入れ卵で僕は足を滑らせたんだ。記憶喪失だぞ。俺はフードの住人を泣かせやしない。それが僕たち仮面ライダーの存在する理由だ。カンガルーすごい。だからみんな、困ったことがあったらいつでも手を伸ばしてくれ。絶対に掴んでみせる。これで40個全てのレーダーを送信完了だ。じゃあ俺はテレビ君に戻らせてもらう。先輩、これからもずっと俺の立ちでいてくれ。アマゾン、ボーゼ、友達。この力は俺の立ちとここにいるみんなの力が。よっしゃ、決まったぜ。案外気持ちいいもんだな、ダンス。みんな、これで絶対に勝つ。よし、俺もフレッシュなロックシードを使うぜ。いいもんだな、自分の街を自分で守りたいって気持ち。いいもんだな、仲間って。この世界を守るのは俺だけじゃない、みんなの思いがこの世界を作っていく。確かにお前ら最高のコンビかもな。名乗る必要はない。今から倒されるものだ。この渋さがわからないとは、所詮偽物ですね。どうして時間が戻ってるとわかる。俺が死んだから。俺の名前は仮面ライダー4号。あの時笑って死んだ自分に嘘をつきたくない。これからの世界を頼んだぞ。アガル、これからも何かに頼めたらお前の顔を思い出して頑張れ。俺もたまにはお前みたいに頭使ってみるか。この事件が特上化の件と何の関係があるってわけ。全ては事件の謎を解けばわかる。この事件がネットワーク絡みだとしたらロイミートと関係があるかもしれない。この謎を解く全ての鍵は教授の死亡推定時刻にあった。つまり誰が犯人でもない。これは事故だ。未来は絶望の世界に。あのクリプスタインベルトの真の目的。この時代で起こる事件が未来を大きく変えてしまうことは分かっている。未来を変えなければ。要するばたまには一っ走り付き合えよ。望むところだ。まさかあいつが頭使った勝負で勝てるなんてな。それでいい。それでこそ仮面ライダーだ。家族の元に戻るとするか。それがお前の強さか。お前だけの強さを求めればいい。人との絆が人を強くする。
世界は今はまだ美しい。お前もあの男と同じように最後の記憶。仮面ライダーの魂は永遠に不滅だ。胸の中に生まれた昆虫力が早く昆虫を解きたいって。この小石は正義の塊だと言ったはずだ。未来の悪を滅ぼせるこの瞬間の俺たちの正義だけだ。この世界は全てに色がある。美しい。肉体とは不便なものだ。しかも脆弱で命に限りまである。だがそう悪いものでもないかもしれない。そうか、人間は年を取るんだね。私はあの少女の愛した世界を絶対に守りたい。英雄のアイコンを集めろ。向こうの世界の英雄のアイコンも全て100人のアイコンが必要だから。天空寺タケル、待っていろ。父さんはあなたを英雄だと思っていた。私が英雄。早速だがエグゼイドのスペックを測ってほしい。やはりあなたは危険な人だ。わかりました。ただしシミュレーションは一度のみ。おかしい、あいつがこんなに弱いわけがない。無理に私に近づくな。誰にも邪魔はさせない。私は最高のゲームを作る。ついに揃った、レジェンドの力を持つガシャット。これ新しいガシャット、どうやら本物らしい。一人で楽しそうなことやってるからあらかってやっただけさ。面白かったな。確かに力が湧き上がってくる。これが強さの源なんだ。みんながいるから強くなれるんだ。戦え。戦わなければ死にも同じだ。お前が命を語るのか。お前だけで戦うなんて甘い考え持ってないだろうな。俺たちを戦った罪は償ってもらう。私たちの未来は私たちの見届けるわ。一度乗った船だ、最後まで乗るさ。礼を言うぜ。やっぱりお前は自分たちの運命を変えてくれた。俺は全てを失った。友人も患者も医者としての地位も何もかも。俺に残されたのは戦うことだけだ。過去にはもう戻れないとしても、俺が初めて仮面ライダーになった男である限り、かつて白衣に袖を通した男である限り、俺たちドクターの戦いに終わりなんてないんだ。楽しいツーリングだったぜ。ああ、俺たちはいつまでもコンビだ。ロマスティック、このトランスチームガンを使って今回は特別に美しいを見せてやる。俺も仮面ライダーになっちまったよ。だから俺たち人間はバグスのことに生きている。それが俺たちの運命だ。楽しかったな。そうだな、お前が相手だと張り合いがあるよ。あいつがここにいたらきっと顔くしゃくしゃにしながら他のボトルまでそいつにくれてやったはずだ。実際俺が引き起こした戦争だし、俺の手で終わらせないと。科学者の懐に入るには科学者だ。お前に任せて正解だったな。やっぱり君との実験は最高だったよ。これが望んだことか。ならば悪魔と契約しよう。こいつはもう使い物にならないぞ。さあどうする。仮面ライダーはいなくなったぞ。面白い合格だ。俺はここから這い
い上がってみせる。俺には救うべき人がいる。守るべき国がある。大義のための犠牲となれ。いや絶対ゲットっていうよりゲッツの方が金持ちっぽくて演技いいから。やっぱり安直じゃないか。大人の事情に突っ込むやつは馬に蹴られる。はい、防衛ごと潰した方が早い気がする。 M もヒーローもライダーの記憶があったりなかったり大変じゃないの？だってパイズフォンを使ってるのにパイズを知らない。そんなご都合今時の視聴者は騙されないよ。これも全て白倉 P ってやつの仕業なのかもな。カットするくらいなら最初から撮らなきゃよくない？ゲートはファントム出すのがお約束だ。これはゲートじゃない、ゲイツだ。なぜ私がおもちゃ屋さんの都合に合わせなければならないのか。忙しい仕事の合間をなんてわざわざ出演してやってるこの私のスケジュールにおもちゃ屋さんが便乗しただけだ。脚本家が変わっても監督が変わっても俺たち自身が自分のキャラを守ってればいいんだよ。この本によればこれが需要の初期デザインだ。放送もなかなか見れていない。そのでその一度保管してくれ。これってドラゴン同じだね。ボールを集めてのに願いまいんだ。全然違う。ピンクじゃないマゼンタだ。仮面ライダー衛星ジェネレーションズフォーエバー。だっけ、せっかくだから宣伝でもしとく。ってことは保管計画も今回で終わりね。ハッピーエンドだ。最高の保管になったな。期待という希望が、誰かの幸せを願う思いが釣り法則を超える現象を起こす。俺は全ての人の思いを背負って戦った。誰かを信じて共に歩む、それが私のノブレスオブリエーション。そろそろ幕引といこうか。いざバイラ。社内恋愛禁止さえなければ。そうか、だから邪魔をしたんだな。しかしちょっとゲスすぎるかもな。力とは自分のためにあるのではない。守るべきものに使うものだ。俺を殺してくれても構わない。だがその前に軌道に会いたい。俺の愛を受け取ってくれよ。そうすればあんたは俺だけのものになる。そうだろ。ありました。そうですね。まだだ。もっともっと二人喧嘩しようぜ。思いっきりくだらない喧嘩をな。くだらない喧嘩か。楽しそう。たとえ弱い私一人でも倒さざるを得ない。ねえゲイツ、俺たちは仲間なんだから、そういう怖がりなところも隠さないで素直になってよ。そうか、これは俺の恋が成就するラブストーリー。俺はライダーたちの魂を受け取った。その魂を令和へと必ず繋いでみせる。映画戻ってきて。うれしい限り。もう人生崩壊だ。道具ごときがこの私に意見するな。私はヒューマギアを認めない。それじゃ、シンギュラリティテストを始めるよ。いい加減、開発部連れてってならば、お前の休日を体験させてもらおうか。いいだろう、手本を見せてやる。